大阪 YMCA はいつの時代も未来を見てきました。2010年に向けたビジョンはネットワーク型福祉社会、希望を持って共に生きる社会の実現を目指す。そこから10年後の2020年を思い描いたビジョンはネットワーク型福祉社会を実現する。そしてチェンジメーカーとなる青年を育む。いつの時も思いの真ん中にいるのは常に人。私たちに関わるすべての人が共に希望を持って生きられる社会を作りたいと思う気持ちに変わりはありません。そして2021年、約10年後の2032年に大阪 YMCA が創立150周年の節目を迎えるにあたり、ビジョン150プロジェクトが始動。一人一人が自分ごとと思えるように、数多くの意見を出してもらい、時には座談会を開催し、2023年ビジョン150のスタートラインに立ちました。ではここでビジョンと関係の深いミッションについておさらいを。大阪 YMCA は聖書に示されたイエス・キリストの愛と奉仕の生き方に学び、 YMCA の世界的な運動に連なり、希望を持って共に生きる社会の実現を目指します。これが大阪 YMCA のミッション。そしてビジョン150の定義を次のように決めました。10年後の未来はどういう社会になっていてほしいか、それと自分たちが心から叶えたいと願う未来、この2つが交わるところにこそ私たちの目指す未来像があると考えます。そんな中、私たちの強みはどこにあるのか、そこから提供できる価値って一体。一つ一つ丁寧に見つけ出しては、ほんまにそうなん？と自問自答を繰り返す作業が続きます。さらに YMCA のルーツを探り、創立時のジョージ・ウィリアムズと12人の青年たちの思いに触れることで、組織のアイデンティティがどこにあるのかを知るに至ります。アイデンティティの在りかを知ったことにより、自問自答の答えの精度を高めていきました。もちろん日本の YMCA のビジョンやバリューについても学びを深めながら、そうやって私たちに関わるすべての皆さんで紡いでいくビジョン150が完成しました。大阪 YMCA ビジョン150、出会いと語らいをデザインする。あなたと私の幸せが共に実現できる社会を目指して。大阪 YMCA は2032年創立150周年を迎えます。私たちは創立からこれまで変わらず人の居場所であり続けてきました。関わるすべての人々に、それがあなたに合っているかもね、とそっと寄り添いながら、自然の中のキャンプ、学びと育みの公園、ボランティアや介護、福祉の現場など、共に学び、寄り添い、高め合う景色の中で、いつも交わされたのは、誰か、自分自身、何かとの対話と共感です。
人生のある時期に少し立ち止まって、自分を見つめ直すための居場所となり、また走り出そうとする時には支えとなって伴走する存在でもありました。今私たちを取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。気候変動、コロナ禍、戦争、少子高齢社会に貧困格差、すべての人々が居場所とつながりを約束され、困難の中に希望を見出すため、私たちの人とつながり語らう場作りの文化と創造力を今こそ発揮する時ではないでしょうか。2032年、この歩みが150年を迎える時、私たちが大切にしている社会のカテゴリーにとらわれないフラットな関係性を原動力に、真の共生を創造する運動体として、あなたと私の幸せが同じ視座で実現できる社会を大阪 YMCA は目指します。